皆様こんにちは、サウンドライン天井チャンネル、てんちゃんです。今日はですね、ギターケースのおすすめをご紹介したいと思います。はい、今回おすすめするギターケースはもう一つしかないです。ベストオブベスト、トップオブトップですね。はい、こちらです。ジットのギグケースです。はい、これ何がいいかっていうと、コストパフォーマンスがいいです。はい、じゃあまずちょっと一つずつ紹介していくんですけど、まず、はい、見た目どうですか。見た目はですね、かっこよすぎず、かっこ悪すぎない、ザ普通の見た目です。まあ、それがいいんですよね。それがやっぱ長く使えるっていう、はい、流行り廃りがないのが一番強いですね。で、次にですね、このバック容量が多いので譜面とか、まあその他荷物をたくさん入れれるっていうとこがすごくいい点だと思います。まあ、バックここ一つあって、まあここもありますし、ここにもあります。でここに、まあ、メンテナンスキットだったり替え弦をパッと入れておいて、こっちに、譜面を入れたりします。でまあ僕は音楽学校行ってたんで、その時にここに教科書だったりとか入れて、ここにあのメンテナンスキット入れたりとかしてたんで、あのすごい重宝しました。であとは、まあ、電車で通うんで取っ手がものすごい便利なんですよ。ここだったり、もうこれも取っ手です。これも取っ手だったり、これもしっかり肉厚があるので持ってて疲れないです。であとは背負うところ、メッシュになってるんで汗かいてもすぐ乾くんですよね。なんでまあ満員電車で乗ってても正直そんなにこう汗で困ったことはないです、このタイプだと。あとはまあ意外とここも重要なんですけど、ここ短いのあるんですよね。ちょっと短いのあると背負った時にもう煙突みたいになるんで、ちょっとそれが嫌だなっていう、もうケースもあります。ただまあこれは十分長いんで、まあ、下の方で持ったり、まあ、上の方で持ったりもできますと。はい、でまあ何より重要視されるところはこの保護性ですよね。はい、見てください、もう保護はしっかりできます。ネックピローなんかついちゃってしっかり保護されます。なので、まあ、あんまりやらないでほしいんですけど、ギブソンのネックが細いタイプ、レスポールだったりとかを入れて、もし倒しちゃったとしても、まあ、普通にパタンって倒れるぐらいだったら全然折れないと思います。はい、最後に価格ですね。価格はですね、だいたい1万円切って購入することができます。まあそんな感じですね。なのでまあトータルしてこのギターケースは結構おすすめだと思います。しかもまあこれ僕学生の時からずっと使ってるんですけど、まあ10年ぐらいは使えますし、まあ今10年使ってもめちゃくちゃボロボロになることもないんで、もう結構長く使えると思います。はい、いかがでしたでしょうか。一応ギターケース1個しか紹介してないんですけど、もうベストオブベスト、もうこれが一番おすすめだと思います。こちらの動画いいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このケースね、サウンド9でも購入することできますので、よかったら見に来てください。それではまた他の動画も見てください。ありがとうございました。